確かにこんな雑魚相手に手こずってるようじゃ失格だな。ゼンキ、そんな言い方って。見ないうち随分小さくなったな、ゼンキ。誰？出てこい。なんだ、誰かと思えばいつだったか俺様に倒されたマルバスじゃねえが。また殺されに来たのか。 兄や、あんたの知り合い？マナ。<笑>小さくなっても口の大きさだけは昔とちっとも変わらないようだな。安心したぞ。小さくなって減らず口が聞けなくなったら殺しがいがないからな。なんだと？黙って聞いてりゃ小さい小さいといちいち勘に触るやろうだ。ベックロシアだ。 聞け！これは復讐だ。貴様とオズノに封じられた我ら憑依獣の復讐なのだ。封印の解かれた今、その千年分の恨みをじっくりと味合わせてやるぞ。そこにいるオズノの末裔と共にな。くそ！我が魔界へと襲うがよい。 せいぜい苦しむがいい。 なるほどな。異空間に誘い込んで自分たちに有利にしようってことかよ。<笑>待っていたぞ。 行け！分身様よ！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 
断念しないそいつ。おたけ。我を倒したところでマルバスのところまではたどり着けまい。どういうことだ。恨んでいる奴らが大勢いるってことさ。うつけが。なんだ。よく生きてたね。嬉しいよ。この私の手でとどめを刺せるんだからね。千年も封じられた苦しみを存分に味わってもらうわ。さあ死ぬのよ。くそー。なに？様の名はラズロ。あの取り戻しだけに手柄は立てさせないけど。邪魔よ。とんだ邪魔が入ったわ。こうなったらこの場で引き裂いてやる。